霧怖い話。私霧がね怖くてね、あの霧っていうのは気象の霧ね、真っ白で見えなくなるような霧が怖くてですね、実際に一回だけ霧をね体験して怖いと思ったのがあって、昔ねちょっと話したんですけども、自転車で遠くまで行って、で川沿いを行って川沿いを帰ってくるみたいな、川沿いのサイクリングロードみたいなところをね帰ってくるみたいな、で帰ってくるとだんだんこう夕方夜になってきて、まあ6時7時になってきて日が暮れてるんですね。で日が暮れるとそのサイクリングロードは周りがあの田んぼとかね、川とか田んぼしかなくて、で山のね谷状になってるので市街地の明かりもほぼ見えない、ほぼ見えない。それで街灯もですね、そのない区間もあってもう見えないんですよ全然。でそのね、川沿いサイクリングロードは昔から夜になるとちょっと見えづらくなるなと、街灯が少ないし、でもまあ見通しはいいんですよね、遠くから遠くまで見える。で車は入ってこないし、入ってきてるのは自転車とそれから散歩してる人ぐらいね。だから車が入ってこないってことだけ安全性高いから、まあ普通のね、ガイド行くよりはこのサイクリングロード行った方が夜でもね安全だろうと、多少は見えないですよ暗くて。だけど、まあ、安全性は高いと思って、しかも見通しもいいから、角っことかないからね、ずっとまっすぐですから、だからそこ帰ってたんですね。でその日はねまた夜になって帰ろうと思ってそのサイクリングロード行ったら、なんかねもやってんですね、霧というかもやというかね、こう全体的に白っぽくこうわーってなってて、ああと思って、これね川があるんで、例えば川の水があったかくてで外気温が冷たいと霧みたいなのが出るとかね、そういう、まあ状況がたまに起きると思うんですよね。それで霧がバーッと出てしまってね、で霧が出るとどうなるかっていうと、見通しがいいはずの川沿いのサイクリングロードまっすぐなんだけど、先が見えなくなるわけ。まあ10メーターぐらい先はね見えますけども、それ以上見えなくなるっていうね、ああと思って、でも帰んなきゃと思って、止まったりできないわけね、もう何にもないとこですから、止まってねとかコンビニ入って休むとかできないわけ。サイクリングロードしかない、周り全部田んぼとか畑でね、あと川しかなくて、でここにずっといるのも危険だなみたいな感じはしてたんですね。少なくとも明かりがあるとこ、自動販売機があるとこぐらいまでは行った方が、そこで休むなら休むっていうね、その方がいいだろうと、そう私は判断したわけ。このまま霧がどんどん濃くなっていくと、視界 1,2 メーターになると動けなくなるから、危なくてね。で何にもないところで動けないと、もう全く孤立無援になるわけだから、助けも呼べないし、どうしようもなくなるとね。だからある程度行って、ちょっとサイクリングロードにもね休憩できるポイントみたいなのあるんですよ。自販機があったり、で大きな道路に上がれる脇道というかね、それがポイントあるんだけど、そこまで行こうと、で何だったら大きな道路に出ちゃった方が安全だろうみたいな感じで、で少なくともあと30分ぐらいは漕いである程度のところまで行かないとこれは止まれないなと思って、そのまま行ったわけで、まだ視界10メートルぐらいあるからね。そしたらねやっぱりね怖くって、もちろんその全体的に白っぽくて視界が悪い、空もね見えないっていうね、この霧の中に突っ込んでいく怖さ、それから誰が来ても分かんないわけですよ。たまに自転車とすれ違ったりね、自転車の場合はまだねライトつけて、お互いライトつけてるんでなんとなく分かるわけ遠くから。でも歩行者、散歩の人はね明かり持ってなければもう直前でしか分かんないっていうね。でわーと思ってびっくりしたら目の前に来てるっていうね。で犬の散歩してる人はねさらに見えなくて、犬なんか見えないですよ、霧の中ね。人はね見えても、地面の下歩いてる犬なんか見えないわけ。で犬を引きそうになるとかね、そういうことが あるんで、もうスピードなんか全然出せない。
まあ、歩くより遅いんじゃないかっていう、それぐらいの徐行でね、ノロ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 行って、なんとかね、休憩ポイントまでたどり着いて、ちょっとそこで休憩してましたけどね。そしたらちょっと明かりも、霧もね、ちょっとずつ晴れてきて、うん、まあ視界も良くなったんだけども、その体験しましてからね、やっぱ霧はね、怖い。車が入ってこないサイクリングロードですら、その怖さですからね。もう歩くより遅いぐらいの徐行でしか走れないから。もうこれ押してね、歩いた方が早いんじゃないかみたいな、そういうことだからね。で、これがね、車で車道だったら、もう無理だなと思いまして。車で車道だったら、もう路肩に車を止めて、動かない。これしかないわけ。ね。でも、路肩に車止めるのも危ないですよね。後ろから追突したとかあるから。つまり、その、後ろから来る車もね、自分、私のこと見えないはずだから、直前まで見えないからね。だから、事故につながりかねないし。というわけでね、やっぱ霧はね、本当に、動けなくなりますね。